ブナット TV。 ありがとうございます。第5回目ということで、なんか徐々にね、チャンネル登録者数も増えてきて、あ、そうだね、嬉しい。ありがたい限りですが、なんか京子さんの3回目か、あ、3回目だね、うん、なんか化粧した動画あれ、なんか俺らの中ではちょっとバズったね本当に、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。一生しませんけどね、もういや、化粧しろよ。しないわよ。まあ、徐々にさ、あの僕たちのキャラクターとかも知ってくれてるね。あ、そうだね。コメント欄とか YouTube のなんかスタッフのこう紹介動画みたいなのがあったらいいなって何件かいただいたんで、そういうのやっていこうかなと思います。あ、いいね。今回は、永田くん、トッパーが永田ねライブハウスのお仕事が今ないもんで、そうだね、そういうなんかライブハウスの仕事の内容とかはふんわりで、そうじゃない感じでやるっていうことだけどそれさ、永田ひろみの個人的な永田ひろみの紹介しちゃうから、永田ひろみじゃなくてどうなんて俺思ってるんだけど、需要ある、需要があったもんでさ、京子さんがその化粧のやつで、あ、ちょっと生きっとるやつ、いや嬉しい、ほんといや、すごいと思う。ツイッターでも京子さんのやついっぱい拡散してくれてると思うね。まあいいならば、京子さんの紹介動画はもうあれで終わってるから、あ、もう、え、私の普通の紹介動画じゃないってこと、え、やる、もう一回やるって、もう一回やらして、あのね、化粧した動画めちゃくちゃブスだったということなんで、永田くんの紹介動画です。どうぞ。そろそろやります。この番組はクラブノット TV の提供でお送りします。1997年1月3日生まれ、永田ひろみです。大型です。そうですね、音響照明、デザイン関係であったり、まあ、映像の制作や、あとは雑務をこなしつつ、コーヒーのお茶組を主に行っております。多様性、照明っていいですよね。アーティストと一つになっているっていう感覚というか、僕がいてアーティストがいて、逆もあってアーティストもいて僕もいて、なんかまるで照明は僕と僕を映し出す、そんな鏡のような存在な気もしています。やっぱり大きい音を出すっていうのは楽しいです。なんか僕の中で芸術というのは、多様性、
けど、うんうん、まあ、来年に向けてねちょっと楽しみが本当増した。僕今年の思い残りもうすでにできちゃってますね。桜が見れなかったっていうことが分かるわ。そうなんですよ。そこもね、緑にもう今日ぐらい変わってて、おうち時間を楽しもうかなと思ってるわけなんですけれども、はい、早速、今週のトークテーマの方に移りたいなと思っております。今週のトークテーマは、自分が本当におすすめしたい。なおかつね、その、 あのクラブドット TV のチャンネルで、うん、先ほども紹介しましたリーマンズのミュージックビデオがね、5月2日の9時に来期公開。恋が生まれました。そんな詳しく語るにはとても儚く短い時間だったんですけど、まるで幸せなひとときでした。女性のような男性でした。もうこんなことするもんじゃないの。あれ工事中工事中工事中やば。今日の長田エルツヤマ、やっぱり海はいいですね。なんか全てを洗い流してくれるような気がして、あの水平線を見てるとなんかいろんな悩みとか全て小さく感じちゃって、だからよく一人で海に行くんですけど、やっぱ時にはね自然の恐ろしさを感じつつ、まあこれは一つの社会だなと思って、そのこぼれていった一つ一つの砂を手ですくって拾い上げてあげれる、そんな人間に僕はなりたいなと思ってます。うわー懐かしいなー。あーここの遊具よく遊んだんですよ。その僕の田舎には遊具が一つしかなくて、でまあその地元のみんながそこに集まるんですけど、そこが僕らのたまり場というか、そこに行ったら誰か必ずいるというか、だから休みの日にはいつもそこに集まって、気づいたらみんなが集まって遊んでたんですけど、なんかこうやって10年20年経っても変わらずにいてくれる、そういう存在ってみんなにもあると思うんですけど、そういう職場にできたらなって思いながら毎日仕事してます。そうですね、森がいろいろなことを僕にささやきかけてくれるんですよ。頑張れ頑張れっていう声が聞こえてくるようで、そういろいろなことを教えてくれるように耳元で、そうですね、支えてくれるんですよね。その言葉に従って僕は歩いてます。日本全国いろいろなライブハウスに行きましたが、まあそれはもちろんいろいろたくさんある中のほんの一部分でしかないんですけれども、そんな僕の行ってきた回ってきたライブハウスの中で、この豊橋クラブノットという場所が一番温かく家のような場所、そう、そんな場所はなかなかないと思うんですよ。だけど僕は本当にそんな場所であると、そういう場所にしたいなと思って毎日過ごしています。多様性
な男性のタイプ教えてください。好きな男性のタイプはラフクロニクルのコウジ君です。みんな、そこに世界はあるのか？そこに世界は広がってるのか？見ろ、世界は限りなく広い。その垣根を越える中にこの配信だったりインターネットっていう世界があると思う。だけど決して間違えちゃいけない。世界が広くなれば広くなるほど忘れてしまうかもしれない。いつだって世界は君の中にある。どういうこと？